あ、現在、鉄道会社で運転手をしています。ジョブなる展ほど示なのるほど。ため、社内公募でキャッシュレス部門を受けたのですが、不合格でした。上司に理由を聞いたところ、高卒だから落ちたと伝えられました。そのため、社内ではもう伸びしろはないと思い、転職活動していますが、なかなか面接まで結びつきません。何から手をつけようか迷っています。アドバイスお願いします。ありがとうごそざういでますす。ね。何歳なんだろうね。そうだね。年齢にもよって転職の難易度だったりとかパスっていうのは変わってくるので、そこも大事になってくるんですけど、一旦そうですね、年齢を抜いて考えると、現状、まあ転職活動をしていて、なかなか面接書類で落ちちゃってるってことだと思うんですよね。そこのやっぱりまず磨き込みが足りてないというところだと思いますので、この質問にダイレクトに回答すると、おそらく相性のいいエージェントを早めに見つけて、一緒にこう、書類を作ってくれるような方を見つける。まあ、エージェントもしくはメンターっていう方っていう形でいいと思うんですけど、そこの助けを得た方がいいと思いますね。30歳ってことですね。今コメントきましたけど、2010年でした。同いそう年。ですね。はい。まあ、転職としては、全然できる年齢、ご年齢だと思いますので、そうだそういっね。たエージェントもしくはメンター、しっかり伴走してくれるエージェントもしくはメンターっていうのを見つけて、まあ、いろんな書類の磨き込みっていうところをやっていかないと、まず面接、つまり打席に立てないというところだと思いますので、そこじゃないかなと思います。そのいいエージェントをどうやって見つけりゃいいのっていうところかなと思うんですけど。そうですね。どうすればいいの？基本的にはウェブでの活動でいいと思ってるんですけど、エージェントって、まあ、総合型とブティック型、要は中小型っていうのがあって、総合型はリクルートとかビズリーチとか、ああいうパーソルとかね、超大手がやってるサービス。あれは求人数とか半端ないんだけど、サポートは結構薄めっていうのが特徴としてあって、で、中小型っていうのは、もっとすごくセグメントを細かく切ったエージェントのことで、大きくパターンを分けると、入り口で分けるか出口で分けるかっていうのがあって、入り口というのはつまり自分が今いる会社、業界の属性に特化したエージェント。例えば人材系の企業、業界型限定のエージェントとか、IT 業界の方のエージェントとか、もしくはファイナンス職種のエージェントとか、こんな形で切ってるパターンがあって、自分の属性が、例えば自分のバックグラウンドが近しい人が行く道がたくさん準備されてるようなエージェント。もしくは出口側で区切ってるパターンもあって、要は自分が行きたい業界とか職種をターゲットにして、こっちの非常に持ってるってエージェントのタイプもあって、この2パターンなんですよ、抽象型って。なので、このいずれか自分の目的に合う方で、自分が属性に合うような業界とか、職種とか、そういったところをターゲットにした中小のエージェントにを検索で見つけて頼るといいと思います。その方検が、索ゴリゴリ回すといいと。そうだね。なんかキーワードを自分の中で考えてみて、それで検索をする。もしくは SNS で探してみるとかでもいいと思うんですけど、そんな形で行くと、中小型のエージェントの方が結構マンパワーかけてくれるんで、そういう添削サービスとかがあったりするんですよ、無料で。確かに。なんでそういった伴走してくれる中小のエージェントを見つけるっていうのがいいんじゃないですかね。勉強になります。はい。そんなこと考えないでやめちゃったからね、俺。ちょっと、長さんはですね、かなり行動が早かったので、いわゆる普通の転職活動というのは経てないと思いますけど。そうだね。まあでも、キャリアの悩みっていう意味では皆さんと同じだったんですけど、まあなんか自分の手前で、もうこれだーみたいな感じで飛び出したって感じです。すいません。何にも参考になりませんね。もし何か追加で質問ございましたら、いつでもご連絡ください。ユースフルでは皆さんのビジネススキル、テクノロジースキルが伸びる、人生が変わるような本の一覧ご用意いたしました。この本めっちゃ役に立つよね。なんで教えてくれるの？というぐらいね、驚くぐらいの情報が乗っかった本のリストですので、ぜひね、ユースフルのメルマガ情報、最新の情報と合わせてダウンロード登録よろしくお願いいたします。概要欄チェックです。